はい、こんにちは、116ウィンズです。開幕から約1ヶ月ほどが経過した MLB ですが、まあこのくらいの時期まで来ると活躍している選手、そうでない選手の差がだいぶはっきりしてきますよね。今回はそんな活躍している選手のうち、この春、あれこの選手こんなに良かったっけと、想像よりもずっといいなと、なんなら想像の10倍くらいインパクト残してるなと思った選手たちを何人かピックアップしまして、自分が感じたところなどをお話しできればと思っています。それでは早速その選手たちを見ていきましょう。はい、まず1人目はパイレーツの先発投手ジャレット・ジョーンズ。パイレーツのトッププロスペクトの1人であり、今季スプリングトレーニングで圧倒的な成績を残したことで開幕ローテーション入りをつかんだわけですが、しかし開幕してからも彼のインパクトたるや、ここまで5先発29回を投げて防御率 2.79、 39奪三振。ジョーンズでやはり衝撃だったのは速球とスライダーのクオリティでして、ほぼこの2球種で投球の大部分も組み立てていますが、最速100マイルにも届く速球の伸び、それから打者を嘲笑うかのように大きく曲がるスライダー、この2つが圧倒的な故に球質を測る指標にスタッフプラスがありますが、ジョーンズのスタッフプラス138は他の先発投手の追随を許さないレベルの水準です。この間ブルワーズのブライス・トゥラングがジョーンズのスライダーにパワープロみたいな空振りをしていましたが、まああのクオリティのボールなら仕方ないでしょう。またジョーンズがさらにすごいのは、今のところゾーン内外どちらでも勝負できている点で、四死球の割合もわずかに 3.6%。 この感じですと今季いずれデビューするであろうポール・スキンズとともにパイレーツ先発陣を長い間牽引する存在となってくれるかもしれません。もう一人圧倒的なボールで今 MLB を賑わせている選手といえば、アスレチックスのクローザーメイソン・ミラー。ここまで12回3分の1を投げて防御率 1.46、 そして対戦した全打者の半分以上を三振切る25奪三振。ミラーは昨年先発としてデビューし、そこでもボールの良さを随所で示していましたが、ただ肘の怪我で長期離脱となってしまい、今季はそんな彼の負荷を軽減させることも目的にブルペンに回っています。短いイニングを全力で投げることから球速が昨年からアップしていまして、フォーシームの平均球速なんと100マイルオーバー、平均ですからね。ミラーの登板見ていますと、当たり前のように101、102マイルとか連発していて、メジャーリーグのバッターといえど本当に全くなすすべなしといった打席も多く、先日ヤンキース戦に登板した際にはフアン・ソト、アーロン・ジャッジとリーグを代表するバッターでもまさにノーチャンスといった具合でした。早くも MLB 屈指のリリーバーになりつつあり、このまま怪我なくシーズンを完走できるならものすごい成績を残しそうでありますが、一方で昨年肘を怪我しているわけですから、そこだけは本当に気をつけてもらいたいところです。バッターではオリオールズのコルトン・カウザーが想像以上の好スタートを切った印象です。ここまでオリオールズ打線を牽引している24歳は打率3割2分8厘、すでにホームランを6本放っています。オリオールズトッププロスペクトの一人でマイナーでは結果を出してきたカウザーですが、昨年夏にメジャーデビューした際には OPS 4割3分4厘と苦しみ、メジャーの壁にぶち当たっていた感じでしたが、1年経たずに見事にアジャストしてきましたよね。ハードコンタクトも量産できていますし、納得の活躍ぶりです。昨年ニューヨークに旅行した際に現地観戦した試合がちょうどカウザーのメジャー2試合目で、その時はここまでやれそうな感じではありませんでしたが、まあさすがのオリオールズの野手育成能力といったところでもあるでしょうか。カウザーはここまで好スタートを切ったとはいえ、空振りですとか三振はやや多めな現状にありますので、今の水準でアベレージを維持することはちょっと難しいかもなと感じてもいますが、オリオールズにとって地区連覇に向けてはやはり打線の出来が鍵になってくると思いますので、その中心にカウザーが今季はいるでしょうか。ナショナルズの CJ エイブラムスも今季ここまでバッティング面でいい意味でサプライズとなっています。昨年途中から打撃面に改善の兆しは見られてはいましたが、それでも今の打率3割3厘、OPS 9割8分5厘のレベルではありませんでしたので、今季このままいけば楽しみな存在になるかなと。エイブラムスは打球指標に優れるタイプではありませんが、ただ今季はここまでかなり引っ張りの打球を増やしていることがパワーポテンシャルの開眼につながっている印象で、またスイートスポットの割合も高水準であることから、いい角度の打球をコンスタントに打てている点も彼を好スタートに導いてくれたでしょうか。昨年ベースボールレファレンス算出のウィンザーリプレイスメントで 3.4 を叩き出し、少なくとも平均以上のレギュラーにはなれそうな雰囲気は出していましたが、この調子で今後も打てるようだったら一気にオールスターレベルに近づいてもおかしくはないですよね。2年前の夏のフアン・ソトのトレードでパドレスから一緒に加入したマッケンジー・ゴアもいいスタートを切っていますし、ジェームズ・ウッドのデビューも近いでしょうから、エイブラムスの成長も合わせてこのトレードはナショナルズに本当に大きな利益をもたらしてくれるかもしれません。全く予想だにしないブレイクを迎えていそうなのがメッツのリード・ギャレット。2020年からの2年間西武でプレーしたことでもおなじみのリリーバーですが、ここまで12回3分の2を投げて防御率 0.79、 冒頭で出てきたミラーと同様にこちらも対戦した全打者の半分を三振切っています。ギャレットはここまでほとんどメジャーで結果を残すことができていませんでしたが、今季は球種配分を従前と比べて大幅に見直していまして、具体的にはフォーシームの割合を大きく減らし、スライダー、スイーパー、スプリットを投球の下に据え、まあ面白いくらい空振りを奪えていますと。
空振り率 46.5% ですからね。 MLB 全投手の中でも上位 1% の水準です。メッツのロックダウンリリーバーといえばエドウィン・ディアスがまず多くの人が想像すると思いますが、今のギャレットがやってることは完全に前世紀のディアスと遜色ないですし、メッツブルペンにディアスがもう一人増えたといえばそのインパクトはより伝わるでしょうか。ジャスティン・スティールが離脱している中、カブスのエース的ポジションを代わりに担っているのが今永翔太選手。ここまで5先発27回3分の2を投げて防御率驚異の 0.98。 カブスは今永選手が登板した試合で全勝中と、ルーキーながら勝利に大きく貢献しています。実際今永選手の好スタートは歴史的なレベルらしく、1946年以降でキャリア最初の5先発で4勝無敗以上、かつ防御率 1.00 未満に抑えた初めての選手だとか。今永選手は昨年の WBC からフォーシームが話題になっていましたが、これがメジャーの舞台でも大きな武器となっていまして、球速はせいぜい MLB の平均程度であるにもかかわらず、被打率わずかに1割1分5厘、ランバリューでも大きくプラスを稼ぎ、現状 MLB 全選手全球種の中でもトップクラスのボールとなっています。特に高めにビタビタにコマンドできている点が大きそうですよね。縦方向の変化が平均よりも大きいのに加えて、あれだけいいゾーンに投げられたらバッターとしてもまあ対処しにくいでしょう。ハードコンタクトは結構許していますので、シーズンが進んでコマンドがずれ始めた時にどうなってくるのかが気になるところですが、日本から来た選手という点では開幕前は多くの注目が山本由伸選手に集まっていた中で、今永選手がこれだけのパフォーマンスを見せるとはちょっとびっくりでした。そして最後はもはやずっと想像を超え続けていますので、今更想像を超えたとかあるんかという感じかもしれませんが、ドジャースの大谷翔平選手、開幕直後はややスロースタートでしたが、あっという間に打率3割5分7厘、7ホーマー、そして化け物じみた OPS にまで上げてきました。まずそもそも野球に集中できないかもしれないような事件があったわけですが、相変わらずベースボールサバントのページがぶっ壊れている、なんなら昨年よりもさらにぶっ壊れている印象すらありまして、でさらに今季の大谷選手、まあ好調なのも要因としてありそうですが、コンタクトが以前よりも増えてきている点が今のところちょっと想像以上だったなと。空振り率がここまでキャリアで最も少ないペースで推移していまして、ゾーン内外問わずコンタクト率は逆にキャリアハイペース。昨年のモンスター級のシーズンでさえ大谷選手の空振り率は MLB でも下位 20% 以下の水準で、まあプレイスタイルからして空振りの多さはある程度パワーを発揮するためのコスト的なところがあったと思うんですが、その圧倒的なパワーを削ることなく MLB 平均レベルにコンタクトを増やしてきている。そこがちょっと驚異的というか、それやられたらもう相手はどうにもならないじゃんというか、もちろんまだシーズン始まったばかりですので、このトレンドが続くのかわからないとはいえ、これを今後も維持できた場合、打者1本フルタイム DH でも MVP というのはあながちありえない話もなくなってくるかもしれません。ということで7人ほどピックアップしてみました。この後もシーズンまだまだ長いですが、今の活躍をキープできるかについてはちょっとそこは注目してみたいなと思っています。また皆さんにとっても想像以上の活躍をここまで見せている選手がいましたら、ぜひコメントに残していただけると幸いです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、 MLB に関する動画を上げてきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。